ジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ。皆さんこんばんは。テレビアニメシャーマンキングフラワーズで朝倉花、朝倉陽の声を担当しています、木笠陽子です。同じく朝倉ヨハネの声を担当しています、堀江俊です。この番組は現在放送中のテレビアニメシャーマンキングフラワーズの魅力と情報をゲストを交えてお届けしていくラジオ番組です。はい、はい、始まりましたよ。2本撮りの2本目2本撮りじゃない、4本撮りだ。そうそうそうやっと半分ですでもあの前回本当に我々ペチャクチャ喋りすぎて、あのコーナーはおろか皆さんからいただいたメールすらでしたね、読めなかったので今回こそやっていくぞ。はい、もう前回我々話し尽くしてもう話すことなくなっちゃったので。本当に話し尽くしてる？まだ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 ですけど、実はあるよね、思い出いっぱいあるもんね。まあでも我々からすると本当に世代といえば世代でもあるので、その作品に関わらせていただける喜びみたいな話とかもいくらでもまだまだ、あ、シャーマンキング自体はじゃあホリエルは知ってた、もちろん。もう小学生、僕が小学本当に低学年ぐらいの時にリアルタイムでやってて、夕方ぐらいにやってたので、ね、小学2年、ね、小学生って見れるの？見れます確かに。え、そうすると月笠さんってもう小6か、社会人、いや社会人なわけね。あ、ほんとガタカガタカ、おい止めて、ごめんなさい、放送止めて、しばらくお待ちくださいを出して、社会人じゃない、小6マジっすか、ぶっ飛ばすぞ、ほんとお前ぶっ殺すぞ、ほんと花になっちゃう、私ホリエルがいるとお前ぶっ飛ばすぞってなっちゃう。そっか、そっか、年6か中1かぐらいとか、マジっすか、のあたり、おい、いやでも僕本当に木笠さんめっちゃお綺麗な方だなと思っ てさお前さ本当このタイミングでそんな投げ入れてさ受け入れられると思うでもなんでだろう、今すごく理由を考えました。なんどうしてなのだろうってそんなに大人に感じてしまったなと思ったのは、あの結構僕ら世代の声優さんから木笠さんってなんかめっちゃこうなんかちょっとなんかコケにされてるというか、なんかガタガタしばらくお待ちください。いやでも本当に僕のお前言葉選べやみんななんか僕はもう本当ひかささんって言うんですけど、なんだったらようこって、あ、そうなの、本当そう、お前ら世代の、もうお前ら世代って言っちゃうけどお前ら世代なんなん、すごいですよね、本当みんななんかね、ようこようこ、確かに確かに、ようこで言う、しかもさ、私がいるところならいいけどさ、その感じだといないところでも言ってるよね、全然みんなようこですよ、うん、え、後でちょっと名前こっそり教えてくださいわかりました、ちゃんとあのチェック入れとくかな、わかりました。でも大体あそこら辺だろっていうのはわかるけど、そうっすよね、わかるよ、大体、うん、でもポリエルの私こういう関係やっぱわかんないのよ、やっぱアフレコで、その全ね、このフラワーズのアフレコ全12話と1回ご飯行った、あ、行きましたね、あと去年の末にオーディションで1回会った、はい、が全てだから私のホリエルは、はい、いや本当に皆さん的にも多分そうだと思います。だし、いや本当にメインでこうしてがっつりご一緒するのも本当に初めてだった、すみてと一緒に他のレギュラーがあったぐらい、あったぐらいで、確かにその他の方々も、ひかささんとも本当 5,6 年前に一度メインでご一緒してたけど、ひかささん1話で死んだし、あの作品うわー懐かしい、そうですよ、あったね、マジでメインでがっつりはあれぶりですね、うん、あと私忘れないよ、ホリエル の、あの幕張メッセで、はい、あのホリエルともう、はい、あと3人いる、うんうん、3人4人組の人たちがこう歌ってた、あ、アイドル活動のアニメだ、アイドル活動するやつで、なんかリハ当日のリハで、なんかとんでもない不況を奏でてなんでシャーマンキングでわざわざそれ言うんすか僕らの、でなんか私もなんかこう リハ前だったから待機してて、なんかすごい不協和音がなんか聞こえてきて、なんか全員がえなんかステージをみんなえって見るっていう現場があったんで、伝説のライブでしたね。でもなんかなぜか本番はなんかしっかり合ってて、あいつらすげえなってなって、いや
あれは本当に僕らの中でも未だに思い出して話題に上がっては爆笑することができます。歌も今じゃ立派に歌います。大きくなったんだね、ホリエル、うん、ねえ、本当ね、こういう関係で言うとそうですね、うん、まあ、シャンフラワーズ結構女子多いからね、男の子もみんな、うん、あの女性がやるっていうのが結構確かになんか主流だったから、そうだから、あ、私ヨハネ、うん、男性声優さんがやるんだと思って、いやでも僕もそのシャーマンキングフラワーズがアニメ化しますってなった時にちょっと世間の声見とこうと思って見たら、やっぱヨハネは女性声優さんを希望している人だったりとか、まあ、女性声優さんがやるんだろうなって思ってらっしゃる方がいたので、オーディションとかももう記念受験のような気持ちで受けました。どうせ落ちる、どうせ女性だ。でもまあでも女性の方も受けてたかもね。かな。あ、あ、また喋っちゃった。オープニング、オープニングだった今。あ、すいません。じゃあ第2回もお届けしていきます。はい、いきましょう。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズスタートです。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ。改めまして、日笠陽子です。ごめんなさ い、あ、申し訳ございませんでした。堀江俊です。謝罪から始まる本編。でもこういう関係の話でいくと本当にまだ話すんかいって感じなんですけど、一個本当にちょっとまだ自分の心残りがあることが本当に出来事として一個あって、何話かは忘れたんですけど、何話か終わりのアフレコ終わりで、皆さんが結構ご飯、この後ご飯行くみたいな話をしてて、小清水さんとかあと上坂さんとか、行った、この後行くかみたいな、なんか僕本当にスタジオからもうそそくさと出たいタイプで、そうなの、ほんとそうで、僕ほんともううっすらと後ろでその会話聞こえてた時があって、聞こえてたの、どうする、ホリエルも声かけたら来るかなみたいなことを後ろですごい話してるのめっちゃ聞こえてたんですけど、やばと思って逃げろと思って、なんでやば逃げろなんだよ逃げちゃったことがあって、いやほんと毎回風のようにいなくなっててだからその現場終わりに、じゃあちょっとなんか軽くお腹減ったらご飯行こうって思った時にホリエル絶対いないのあれが心残りだなって思いました。今思えば行けばよかったって。でもなんか私たちもなんか察してた、あいつ逃げてるって。マジですか。絶対行きたくないんだろうなって逃げてる。このでも確かに私がホリエルだったら、なんか怖い、強そうじゃん、なんか上坂、ひかさ、小清水ってなんかさ、なんかいじめられそうって思っちゃうもん、なんかちょっとなんかそんなことはないんすけど、強い人たちしかいないからさ。でもすごくストロングレディたちだ。ストロングレディ自分で言うのもなんだけど、多分ホリエルから見たら多分恐ろしいだろうなと、並んでると真のある美しき女性たちって感じだったのであのさ、このタイミングで入れるとそれだからあの嫌味にしかなんねえんだって本心なんですよ。でも本当にだから、でもだからそう、でもなんかでも一回その別日に、あの美馬さんとアミッケと、ホリエルと私の4人でご飯を、めっちゃ楽しかった。そう、なんか機会をこうちょっと作って、めっちゃ楽しかった。そう、共演者と行くご飯ってこんなに楽しいんだって思いました。だからあの時初めてホリエルが心を開いてくれて笑ってくれたの、あのそのご飯会で初めてそうだった。それまでずっと真顔だったの、アフレコの時も。いやいや、まあ緊張してるっていうのも、笑ってる姿を見たことがなかったの、だからなんかご飯会でホリエルの笑顔を見れて、なんか心を開いてくれたんだと思ったんだけど、次翌週のあのアフレコ現場ではなく、すぐまた真顔でなんかあれみたいなすぐリセットされんじゃん。現場は現場ですから、はい、プロなので、すいません、今のお話でした。はい、皆さんはね、2回目まで放送されております。あらすじお願いします。かしこまりました。第2回は西東京祇園祭りと、銘打たれておりました。オーバーソウルでぶつかり合った花とヨハネ、これまで同等の力で戦える相手が周囲にいなかったため、喜びを覚えた花、それと同時にヨハネから寂しさや自身と似た境遇を感じます。
そんな中、今度はヨハネの姉ルカが花の前に現れる、うん、そのオーバーソウルは驚くべき形態を持つものだったというなるほどお話でした。そうなんだよね、うんまあ、ルカが出てくる、まあ、ルカが最初ねなんかストーカーなのか、うん、恋心なのか分かんないみたいな電柱のところでね、可愛かったですね、こうね告白されるんじゃとかって言ってましたけど、そうそうそう、でも私あのシーン確か別の日に撮り直したんだよね。えマジですか、嘘、うん、確か阿弥陀丸なんかね、お花が花に水をやるっていうギャグみたいなシーンがあるんだけどはい、はい、そのシーンからルカにのところに行くシーンをね撮り直したんだよ ね。なんか理由は忘れちゃったんだけど、改めて描き絵がそう絵ができたらなんかちょっと距離感的なものだったかな、阿弥陀丸との会話のあれで、面白い、うん、だから逆に前みんなと一緒に撮ってた時にどんな芝居だったかちょっと覚えてないけど、なるほどなるほど、でもなんか結構あの花はその女性っていうものに対して結構ちゃんとエロい心を持っているみたいなのは、うんうんうん、エロ書きですよね、エロ書きであってくれみたいなの言われて、うん、なんか陽にその要素もなかったし、確かになんなら陽とアンナがから花が生まれてるっていうのも、うん、もうなんかちょっとなんか信じたくないみたいな、ちょっとあるのよ、実はちょっとマグワイあったってことですもんね、お前お前お前少々お待ちください。いやシャーマンキングの世界にさそれいらんのよって私はだから思ってて、うん、いやでも感慨深い気持ちにもなりました。だからいや私ねだからこれちょっとシャーマンキングの時のアフレコに戻るんだけど、うん、なんかあの決戦に行く前にねこう、うん、アンナがね、うん、寝巻きのアンナが陽の部屋にやってきて枕をボンって投げんの、うん、で先に寝るなんていい度胸じゃないみたいな、うん、で一緒に寝ていいみたいになって、はい、いい、ああとかってヨウが言って、はい、でまあなんか送り出されるみたいなシーンがあるわけ、うんうん、だから私はなんか普通に、うん、もうシャーマンキングだよだって、はい、ヨウとアンナだよ、うん、こうやってこうなんかこうちょっとアンナを抱きしめて、うん、まあ添い寝じゃないけど、うん、一緒に寝たっていうシーンだともう昔も今もずっと思ってたわけ、はは母じゃないよ。それがねなんかアフレコのなんかね、うん、どあのねなんだっけな、地獄に行った時に、うん、なんかおなごこうなしてこいみたいなのを言われるシーンが用があって、うんうんうん、慌てるみたいなシーンがあった時に、はいはいはい、あそこでまあそのアンナと、うん、あの時に、うん、アンナとマグワやってた自分で言いながら違うの違うの違う要はそんなことしないの。ああ、うん、そうかも。でそこで花ができてんだって。衝撃で私。本当ですね。動揺しちゃってさ、もうその時アフレコにならなかったよもう。いや違う違うとか言って。違う違う。でもそれでも時間軸的にはもうそうなの、そうですよね、花は、うんうんうん。そうなの。確かに確かに。その時の子なの。確かに。だから陽の世界線にその。うんエロスっていうものは私の中にはなかったから、まあまあまあ、花はだからその女性を見て、うん、俺のこと好きなんだちょっと言っちゃおうかみたいな、うんうんうん、なんか本当に別次元の子なんだなってやっぱ2話の時により思った、うんうん、でも確かにその性格って、ね、どっちから受け継いだ血というか性格というかアンナ側だからまあアンナからだって来てるからやっぱアンナの血なんじゃないかな、ふふんじゃないよいやおめでとうございますです、本当に。でも最後ねヨハネもね、うん、なんかルカとね、うん、まあ最後ヨハネあなたが決めるのよとか言ってね、ヨハネも出てきますけど、まあ、なんか本当花にこうたびたび我々は中二病中二病って言われますけれども、うん、でも本当なんかそのなんかめちゃくちゃ面白いですよね、名前とかもあの歩くアマテラスとかなんか、まあ、折りたたみ傘とかすごいなんか、ね、単語だけ見るとちょっとこうダサくなりそうなものをダサかっこよくしてるというか、まあね、面白ダサかっこいいというかっていうなんかそのなんかニュアンスがふんだんになんかちゃんとあの文字でなんとかなってる感じあるんですよいやでもそれが僕すごく好きなんですよね、ぶった切りとかもそうですけど、ね、いいよね、うん、いいよね、うん、でも結構そのなんかなんで出汁
出汁なんだろうっていうのはさ、花も言ってたけどさ、出汁でどうやって戦うんだろうね。本当ですね。何を思ってこれにしたんだろうね。すごい。でもなんか日本のこうなんか伝統となんかまがまがしさみたいなのがめっちゃ感じられる。感じられる。うん、面白い。はい。でルカについてのメールも来ております。はい。ヒカスさん、フリエさん、こんばんは。こんばんは。お二人によるシャーマンキングフラワーズのラジオを楽しみにしておりました。すいません。何ですか。胸張っていきましょう。フラワーズから登場したヨハネですが、はい、同じく新登場のルカと支え合いながら目的を果たそうとする兄弟の姿、微笑ましいですね。収録の時にルカを演じる小清水さんと何かコミュニケーションは取られたことはありましたか？話せる範囲で構いませんので、どんなお話をしたか聞かせていただけると嬉しいです。マルルさんからいただいておりました。ありがとうございます、マルルさん。でも本当にマジでお姉ちゃんみたいな感じで接してくださってました。それこそヨハネと結構合わせのセリフだったりとか、まあ言葉が合わさってなくてもやっぱ気持ちの上で一緒にシンクロして重ねていくっていうシーンとかも結構多かったので、割りセリフもあったか、だから結構そのこんぐらいの私テンションでいくねとか、じゃあ僕はそれに合わせてちょっと初手はこれぐらいで収めておきますとかっていうようなそのお芝居のやり取りだったりとかっていうのをすごくこうテスト前とかに一緒にこう打ち合わせしてやりやすい空気を作ってくださったりとか。そうだったんだ、うんうんうん、なんかあ今私自分で今思い返してその記憶全くないから、本当に見えてなかったんだな二人のこと。周りを全く見てなかったんだな。一人よがり。いいね、なんか兄弟いいね、兄弟すごく優しい、本当お姉ちゃんみたいな感じだね。あね、いいね、優しいよねアミッケはね。いやめっちゃ優しいです。なんか他の現場とか、それこそ以前僕がやってた別のラジオでゲストに来てくださった時に、その時はすごい姉子っていう感じの方でついてきなみたいな感じだったの。ついていきやすって感じだったんですけど、一変してなんか本当に血のつながったお姉ちゃん感。あ、役どころによって結構変わったりするんだ。へ、なんかでも結構アミッケもさ、結構このちょうど多分2話だったと思うけど、ちゃんと喉潰してたよね。いやね、このやっぱ最後やっぱ叫ぶだよね、めっちゃ2話でした。結構やっぱ基本みんな喉はあのぶち壊すというか枯れる現場ではあった。ポ、ね、リエルは持った結構喉は。僕でもアフレコ現場、どの現場でもそうなんですけど、常に龍角散のダメを頬袋に入れて臨むんですよ僕。ええそうなんですよ。飴を食べながら、入れながら、貴様は飴を口に入れながら喋ってるってこと？そうです。え、僕ずっとそうしてました。そんなこと可能なの？可能な。今もラジオでは特になんですけど、酒、アフレコとかは、すごいね、常にだから潤った状態で。だって龍角散って結構大きくない？はい。それが頬袋に入ってんの？入ってます。え、ほっぺたのここってこと？そうそうです、もう本当あのはい、ほっぺたです。え、全然できます多分今も。え、やってほしい、やってみてほしい。ちょっとじゃあ舐めよう。もうお手のもんです。よく口の中から出ないのとか、その、え、出ちゃうよね。でも全く、あとその口の中に何か入れてるような喋り方になんないとか言われるんですけど、もう全然何にもなく。本当だ。え、今飲み込んじゃったのかなっていうぐらい。いや、あります。あるの？そうなんです。え、飴本当だ。そうなんです。え、なんか途中でさ、なんか喋ってると飴カラコロコロみたいになっちゃったりしないの？あ、でもそこが難しいところで、大きいとやりやすいんですけど舐め続けてちょっとちっちゃくなるとカラコロになるので、その時はもう砕く。あ、もう食べちゃう。砕いて休憩中に補充します。へえ、すごい。俺流ですこれが。うるせえ。あ、OK ですか。はい、ということでまた今日もなんか結局なんか確かに振り返れたのかな、これ。ポリエルの飴の話がなんか衝撃的すぎて、なんか どうでもいいっすよね僕の飴の話とか。衝撃的すぎて。いやー、まあね、第2回まで放送されておりますが、はい、来週1月23日火曜日は、第3回が放送されます。ます。ピンチに陥った花でしたが、ついにアルミのが活躍といいますか、アルミに救われて、これからね、こうちょっと学園に入っていき、ヨハネが
こう転校してくるという話になっております。果たしてヨハネだけなのかどうなのかというところでありますけれどもね。はい、はい、皆さんぜひご覧ください。ではここで1曲お届けしたいと思います。現在配信中で2月7日にシングルがリリースとなるシャーマンキングフラワーズエンディングテーマです。上坂すみれでディアパンタレイ。漂う希望めぐりの糸手繰り寄せただ君へ命最果てで空を飛ぶ星のよ二人を深くで抱き止めてるはず。どんな因果をたどればたどり着くのだろう。知らないでもこの地は始まりの彼方。明滅してる運命のハレーション。思いが満ち行きを変える。ああ咲くわこの響くこと。漂う希望めぐりの糸手繰り寄せただ君へ命最果て流れて何を悟る。帰り生まれとどまれない世界渡りながらそっと光った愛が次の誰かにしるべ渡すよ。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ。続いてはこちらのコーナー。ギリギリ滑り込むこちらのコーナー鬼兜メンタルクリニック。やったコーナーだ嬉しいすごい初めてのコーナーだよ。しかもシャーマンの方の時の言霊モードではなかったコーナーではなかった。わーい、新しいコーナーだ。やった新しいぞ。花のオーバーソウル鬼兜はあらゆる衝撃を吸収できます、うん、そこでリスナーの皆さんの最近の失敗や落ち込んだことなど、メンタルに受けたダメージをできる限り我々が吸収していきます。前向きになれる一言でメンタルケア。現代社会に寄り添うコーナーとなっております。優しい。ちなみに前向きになれる一言をお送りするんですが、その一言を言う人はくじを引いて決めます。当たった人は、うんうん、すごくいい一言でメンタルケアをしてあげて。そうだね、現状ちょっと無理そうだよね。ポリエル、うん、その才能ないかも。ないんですよ、一緒に落ち込んじゃうタイプなんですよまあ、まあ、でも悩み相談は受けてこ、うんうん、でひとまずメールは読んでいきましょう、はい、私が紹介させていただきます。ラジオネームベータさんです。ありがとうございます。昨年末忘年会の幹事を任されていたのですが、いざお店に行ってみるとなんと予約が取れていませんでした、なんと予約の日付を1日間違って伝えていたのです。参加者総勢10人ほど、しばらく路頭に迷っていましたが、なんとか空いているお店を見つけ、ドタバタの忘年会となりました。年をまたいだ今でもまだ立ち直れていません。うわ、ゾッとしますね。ゾッとしてる今。これもし自分だったらと思う。この時期にさ、だってさ予約取れてなかったらさ空いてないよ。いや確かに空いてるのがまず奇跡ですね。空いてるの奇跡だよ。本当に本当不幸中の幸い。本当にそれは本当良かった、うん、それだけはポジティブに考えた方がいいと思う。そうですね、まあ、結果オーライっちゃオーライですから、うんうん、日頃の行いが良かったんでしょうねきっとね、うん、9時9時引くの引くのはじゃあ一旦僕が引くとしてここに名前が書かれてるんですね。今回一言言うのはピカサさんです。くそぜひ、まあ、お前見えてたんじゃないか。いやいやお前見えないです見えないです本当。いやまあでもフラワーズの座長ですから、もし本当にご自身がフラワーズの忘年会でこういうことが起きてしまったと、私がもしフラワーズの現場でこういうことが起こってしまったら、はい、もう五体投地ジャンピング土下座ではもう無理だから、もう五体投地するしかない。そうですよね、うん、そうそうたる方々ですから。で、はい、もうそうだな、
ちょっと解散かな。もう私生きていけないから解散してもらうしかちょっともう道はないかな。もしくはやっぱもうお姉様方、うん、お姉様方に店をこうもうお姉様方に探してもらうしかないかな。あ、逆に逆にもうそっちの方が結構ちょっと責任転嫁。すごい。そっちの方がもうちかさんには無理ですって言って。マジっすか、溝深まりそうですけど。溝ないもん。ないか。ないもん。でももう傷具合で言うと本当にもう今シンクロされてるわけですから、ちょっとかけてほしいです言葉を。私想像しただけでさ、うん、想像しただけで今汗止まんないんだけど、マジで本当に。いやでも、うん、ベータさん、いや立ち直れないよ。立ち直らなくていい。1年越しで傷が癒えることもある。時間が解決。てれてれ、はい、またのお越しをお待ちしております。時間が来たのでここまでです。引き続き皆さんの失敗談や落ち込んだことを送ってください。以上、オニカブトメンタルクリニックでした。ラジオシャーマンキング、言霊モードフラワーズ。ここでテレビアニメシャーマンキングフラワーズからのお知らせです。テレビアニメシャーマンキングフラワーズはテレ東系列にて毎週火曜24時から、同 BS テレ東にて毎週火曜24時30分から放送中です。 ATX は毎週金曜20時より放送中となります。またストリーミングは毎週火曜24時30分から Amazon チャンネル内のアニメタイムズ、 D アニメストア、 D アニメストアニコニコ支店、 D アニメストア Amazon 支店、レミノにて先行配信中です。その他のサイトでは毎週土曜24時から配信中です。皆さんぜひご覧ください。以上、テレビアニメシャーマンキングフラワーズからのお知らせでした。漂う希望、めぐりの糸、手繰り寄せただ君へ、命最果てで空を飛ぶ星のよう二人。お送りしてきましたラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ、そろそろお別れのお時間です。はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。テレビアニメシャーマンキングフラワーズを見た感想やゲストさん宛のメッセージ、コーナー宛のメッセージなど何でも OK です。メールの宛先はすべて小文字でシャーマンキングアットマーク JOQR.net まで送ってください。またこの番組はキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルでアーカイブも配信されます。もう一度聞きたいという方はぜひチェックよろしくお願いします。はい、うん、ということで今回も、はい、なんかうちらって結構やっぱ無駄話が多いんだ。ちょっと脱線しちゃいますね。でも今日コーナー行きましたから。コーナー行けたね。かろうじて行きましたから。本当、うん。なんかでも私結構本当にまだドキドキしてんだよ。忘年会まだ引きずってらっしゃる？ドキドキしてる。忘年会で思い出したけど、貴様え打ち上げ来なかったな。いやいやいや。シャーマンキングの合同打ち上げいなかったな貴様。その話は次回。いやいや、今弁解させて。次回へ続く。わかりました。あと飴もね、僕ずっと実はまだ含んでましたので。まだ含んでんの、はい、取れ取れ飴を。皆様案外大丈夫なのでね、ぜひお試しください。それではお別れのお時間です。この時間のお相手はテレビアニメシャーマンキングフラワーズ、朝倉花、朝倉陽役の日笠陽子と朝倉ヨハネ役の堀江俊でした。バイバイ。バイバイ。あれちょっと待って、隠れちゃった。消えたつぼみたちが芽吹き迎える日がまた迫り来るように、打ち手引いて繰り返すまばゆきものが